皆様、こんばんは。今日は2020年5月20日水曜日です。この動画のテーマは台湾についてですが、台湾は新日です。日本の政治的社会保障制度なども日本の、日本を見習います。ので、台湾、中国、アメリカの現状を分析して、これから日本のことを考えていただきますようお願いいたします。 台湾の大統領が就任されましたので、就任式でのスピーチから見て、台湾、中国、日本、アメリカの今の現状について、みんなで考えていきたいと思います。台湾といえば、フルーツですね、夜市、イ屋台ですね、中華料理ですね。中華料理といえば、個人的には台湾と香港が美味しいと思います。癖がないですね。中国の中華料理は、 うん、やはり南が甘口、北が醤油辛いです。湖南省はですね、辛いだけです。自然省はですね、唇が痺れて、 辛いですね。辛いです。でも、香港や台湾などはですね、えー、料理は、えー、いろんな料理屋があって、あの、洗濯しやすいですし、外国人が多くて、みんなに食べやすくしていると思います。ので、基本は、どのお店でも美味しいと思います、えー。中国国内ならですね、料理屋さんによって当たり外れがあります。 まず台湾の大統領の主任式でのスピーチから見て台湾と日本、北京とアメリカ、台湾とアメリカの関係を考えましょう。話題が広がらないようにあくまで大統領の主任式でのスピーチから考えます。 今日からですね、蔡英文、えー、蔡さん、こ,れここから蔡さんと言いますけれども、蔡さんは大統領になって、第2期の大統領と就任されました。蔡さんのスピシチ,チはですね、とても重要なポイントです。なぜなら、台湾と北京の関係に関わります。今回の病気のことで、就任式のイベントは簡単になりました。海外のお客さんを呼んでいません。 海外からのお祝いの電話、メッセージを送ることになります。スピーチでは北京との関係についてお話を、えー、されました。選挙が終わっていろんなメディアに取材されて聞かれたことと同じ答えでした。平等、えー、平和、えー、民主、対話、えー、これを基礎にすることです。 一国二制度は拒否します。一国二制度は台湾の現状を壊すことになるので、受け入れることはできないんです。で,できないんですね。全ての目標は台湾と北京の現状を維持することです。安定が一番です。これが蔡さんの立場です。これが基本です。ので、蔡さんの言いたいことはですね、今の現状を変えるつもりはないです。 そして、台湾の現状を維持したいです。今のこの現状に挑戦するつもりはないんです。ピキの圧力がない限りは、このままでいたいです。もちろん、蔡さんはですね、台湾はピキの一部であることも言わないですので、彼女は実に考えてたと思います。わざと台湾とピキの関係を薄い発言しかしないんです。 北京に台湾、自分を避難するチャンスを与えないです。これがですね、蔡さんの政府の北京に対する政策です。つまり言わない、何も発言はしない、文句を言われることもないです。蔡さんは台湾の未来、生存発展の政策を決めました。経済的に産業を発展する。6つの産業を発展すると、デジタル製品、半導体ですね。 5G を発展すると、全世界の医療技術ですね。台湾の医療技術は世界ではトップレベルです。軍と国民の戦略的な産業、国防的な産業ですね。えー、航空、えー、宇宙なども力を入れますと。あとは再生資源、えー、エコですね、の産業です。あとは戦争や自然災害のために物資を準備しておく産業です。 国家の安全についてはポイントがありますが、一つ、国防を改革すると、予備軍の体制を改革すると、予備軍の装備をレベルアップにしますと、二つ、テロ、救助、宗教など、積極的に国際各国と連携していくというふうに言っていました。 三、三つ。台湾の安定を第一に考えると言っていました。まとめると、大統領のスピーチではとても姿勢の低いスピーチでした。格好をつけて話をしたりはしていないんですね。特に北京との関係でとても簡単です。以前言ったことはもう一度言っただけでした。現状維持です。方向性としては台湾の国民に対してスピーチをしているように聞こえます。 サイさんは独身の女性です。法律について勉強しました。弁護士ですえ。実家はとてもお金持ちです。台湾ではえ、ピキに対して最も強い態度の方です。女性としては強いです。政治家としても強いです。女性ですので、男性の多い、えー、政治家の中ではよく頑張っている方だと思います。男性なら、 付き合いなどがやはり多いということで、周りを気にすることが多いんですが、蔡さんは女性の政治家として、付き合いが少ないので、政策を作るときに気にすることが少ない。そして、バネのように弾力性のある政策を作ります。政治家の前に、えー、弁護士でしたので、物事の法則的なつながりの考えが上手です。ので、台湾の民意では、蔡、対 にして蔡さんは大統領にして北京ととと戦うことと意味をします北京にとっては蔡さんはですね難しい相手だと思っているはずです蔡さんは民進党です以前の大統領はマエ英九でしたが国民党でした国民党がやはり北京が好きですねマ馬英九さんは今回の主任式に参加しませんでしたマ馬英九さんにはですね 国防の官僚がいました。当時ですね、この官僚が人工知能 AI にてアメリカと北京が戦争しましたら場所は台湾海峡でしたが、どうなるかということを AI で分析をしました。18回の分析の結果は全て人民解放軍が勝利でした。 アメリカは負けたっていう結果なんですが、このことをメディアでも放送していました。そしてニュース、メディアでも放送しましたが、私は笑いました。これがマー AQ さんの、えー、国防長官ですが、 このような発言をします。そしてメディアで言ってしまいました。結果は、えー、やはり結果だけ言っていましたが、条件は何そしてどうしてアメリカが負けたの理由ですね。言わないです。このような人を官僚にするのはやはりダメということですね。この人はダメですし、大統領としてもダメです。えー、続きます。分析します。一つ、最初の立場から見ていきます。もう一つは、 神の、えー、視点から見ていきます。まず、蔡さんの視点から見てみます。アメリカとピッキーの貿易戦争ですね。アメリカとピッキーの貿易戦争が始まってから、台湾の立場が変わりました。アメリカとピッキーの貿易戦争、対抗の力はどんどんひどくなってきました。今日に来ました。アメリカとピッキーの対立は冷静に近いと言えます。 蔡さんから見てこの状態です。アメリカとピッキンが対抗している状態です。香港のことです。香港の状態が悪化しています。香港がもし問題がなければ、蔡さんは大統,領になる大統領になるかどうかは微妙でした。蔡さんのないライバルですね、国民党の当選率も高かったです。500万枚でしたが、蔡さんは 550万枚でした。いい勝負でした。もし香港が安定していればどうなるかはわかりません。北京は香港に対してやはりひどかったです。これを見て台湾の方はよく北京のことをわかったでしょうと言えます。もう一つあるのは今回の病気のことですね。台湾をやはり国際的な舞台に再び同情をさせました。具体的に台湾は三つのことがありました。一つ、 今回の病気に対しての初期対応ですね。民主的な国家としてみんな見習うべきです。一つ、医療物資、マスク、保護服をいろんな国に支援、援助をしました。マスク外交だと言いますが、 アメリカの補助もあって国際的で、えー、台湾は目立つようになりました。今まで特にヨーロッパ諸国では台湾の壁が薄かったです。過去十数年ぶりです。世界で、えー、やはり目立つようになりました。一つ、全世界でいろんな国が出てきて、PK に責任の追求をするということで台湾をみんな気にするようになりました。 北京にとってはですね、台湾との関係は自分の利益に関わるものです。北京はアメリカとの関係で台湾との関係を決定することになります。でも台湾との関係は利益が関わるものです。アメリカと中国のこの対立は全面的な対抗になります。この対抗では全世界の政治の環境を影響することになると思います。 去年からの貿易戦争はですね、この貿易戦争はアメリカと北京が仲悪くなる原因ではないんです。貿易戦争はアメリカと北京が仲悪い象徴です。貿易戦争で表現されているだけです。つまり、先に仲が悪くなり、それから貿易戦争です。順番。 気をつけてくださいね。そして、アメリカと北京の対立ですが、今の世界での政治的な形、枠を変えることになります。以前、台湾と北京の関係を見るときはですね、まず、アメリカと北京の関係を考えます。それから、北京と台湾の関係を考えます。最後、あるいは、考えなくてもいいのは、台湾とアメリカの関係です。 どうしてでしょうかアメリカとピッキンの外交ではですね、アメリカが台湾を軽減していました。距離はとても遠いです。今、アメリカとピッキンが対立してくると、台湾にしてもアメリカにしても、この2カ国の距離が近づけてきました。今、台湾とアメリカの関係がとてもいいですね。台湾は、アメ,アメリカは台湾に法案を作りました。 台北法案ですね。過去20年、30年、40年間、アメリカは自分の官僚を台湾に行かさないです。行かないです。行きますが、肩書きを外して行きます。国の官僚として、国家として台湾への訪問は行かないです。これが今までの暗黙のルールでした。でも今はもうないですね。 今の状況ではアメリカの官僚は台湾へ訪問に行きます。台湾の官僚もアメリカに訪問します。そしてアメリカ軍はですね、軍の生息を着たまま台湾へ行きます。以前ではありえないです。仲がいいです。もちろんですが、これはわざとピッに見せている行為です。アメリカは遠慮せずに台湾との関係がいいよとアピールをします。 支援をします。経済的な支援、科学技術な支援、そして武器を台湾に売ります。中国と台湾について、周二熊は首席になって、あるいは2020年以前ですが、台湾との関係をリードして積極的に進めていきました。緊迫感を感じます。以前の主席はですね、緊迫感はなかったんです。台湾に対しては、 えー、時間をかけることでした。一番最初は、北京はですね、やはりお金もない。力もなかったんですね。実力もなかったんです。目標は、自分を成長するのが先です。自分が強くすることです。一回だけありましたが、孔卓海の時代でした。台湾に向かってミサイルを実験しました。それだけでした。えー、独立するなら、えー、やはり無理です。えー、それ以外はいいですよ、と。 その後、台湾のスパイでの話ですが、当時、北京は一つ、二つの島を占領する計画がありました。それは警告としてですね。そして、アメリカの空母が来ました。それでみんな静かになりました。週に熊はですね、野心家です。台湾に対して圧力をかけていました。この圧力は、蔡さんの第1回目の大統領の時代でした。 圧力を感じたはずです。でも今は変わりました。アメリカと北京は仲が悪いです。アメリカが台湾を支持するようになりました。今までなかった支持です。そして中国の経済は今はダメですので、台湾に対しての力がないのも事実です。一部のメディアでは北京は台湾を問題にして、自分のこの国民ですね、の目線を台湾を見るように する、だと言いますが、違います。この考え方はないです。同じ家にですね、一つの部屋が火事になりました。えー、それを消火活動せずに、違う部屋に行って火をつけて、どうなりますか家がなくなります。まず、火が出たら、消火活動が先です。つまり、中国、国内の経済、失業などの問題ですが、あの、その問題で、 台湾と何かが起きるっていうのはないです。特に危機的なことですが、絶対にないです。国内の問題は、国内の問題ですので、問題はないと言います。これで海外との戦争をするというのは、自殺行為です。それと、台湾を攻撃するのは、一部の放送ではね、あの、放送されていますけれども、今、今の状態では、状況ではないです。 統一と言いますが、攻撃と言いますが、台湾を統一ですか、攻撃ですか統一なら占領ですね。無茶苦茶にしてはいけないです。占領です。自分のものにすることですね。北京には条件がありますが、自分のものにする余裕ありますかこっちは国内は無茶苦茶です。そんな余裕ありますか東小平の時代はですね、 ベトナムと戦いました。3日間、1週間で終わりました。そしてすぐに撤退しました。これならいいです。戦って占領することになると、ソ連はアフガニスタンを占領したのを知らない人は調べていただきたいと思います。結果はどうなっているでしょうか全然違います。今の YouTube ではおかしな情報がいっぱいです。そして考え方が簡単すぎます。 銃を撃って、ほら、向こう見て、と言って終わりではないんです。台湾の2100万人はただ者ではないんです。全員兵士とも言えます。簡単に北京にですね、頭を下げることはないです。北京も簡単にできると信じていないんですよ。だからこそ今まで統一するのを伸ばしてきています。この仮説とは都市伝説です。 小説です。戻ります。北京にとってはですね、台湾との距離がもっと遠くなりました。今ですね。アメリカが台湾を支持するようになりましたので、無理です。以前なら、アメリカと北京は仲が良かった時ですね。アメリカが北京を見て、台湾を抑えるようにしていました。今はないです。アメリカは世界の経済のことを考えて、 北京との関係が第一ということで、そして台湾を見捨てることはないんですけれども、台湾を抑えていました。台湾に静かにしてよ、ということを言います。アメリカにとっては台湾は戦略的な位置にあります。アメリカは台湾を見捨てることはないです。以前はないです。今後もないです。あるいは台湾が 北京に統一されてアメリカにとっては何が得になることはないですと言えます。のでアメリカは台湾を放棄することはないです。台湾は北京の利益ですと言いますが台湾もアメリカの利益の一部とも言えます。アメリカと北京の関係がどんなに良くても台湾を放棄あるいは見捨てるには絶対にないです。 我々は今国内では経済がダメです。失業者が増えます。外交ではこの状態です。ピッキーの政策としては台湾を置いとくです。置いとくことです。余裕があるとき統一を言い出します。これくらいです。それだけです。以前の動画では3点を軽く見てはいけないと言いましたが、一つ、 台湾と北京の軍事的な力の差を忘れてはいけないんです。一つ、アメリカは北京が台湾を統一にするのを阻止するこの決心を忘れてはいけないんです。一つ、アメリカと北京の実力的な差を間違った評価をしてはいけないんです。今の状態では台湾と北京の関係は新しい局面になりました。北京は 台湾に対して、引き続き、心理的な、政治的な、軍事的な圧力をかけると思います。それに、台湾の内部から浸透していくことを引き続きやります。国民党への浸透も続きます。台湾にとっては、安全が第一です。自分の無派にあるのは、でかい体、頭がたまにおかしくなったり、ルールが守らないが、 お金が持っている人がいます。体が強いかどうかは別にして、自分よりはるかに大きいのは事実です。この強大な人を自分の近く迎えにいます。それは二つの選択があります。一つ、この人のいいこと、言いなりになります。この人の部下になります。この人に力を使われてもいいようにすることですね。一つ、 自分の後ろに自分を守ってくれる人を探すことです。台湾の安全が一番です。この安全を実現するために統一されると自分は安全ですよ。でも、たくさんのものを失います。例えば、自由な思想、選挙、差別、教育などですね。つまり、中国大陸の国民と同じような生活をするならいいんです。 オッケーです。政治的な介護を受け入れるならいいんです。洗能されるなどですね。もし嫌なら、この人と仲良くしないようにはっきりとノーと言います。そして、自分を守ってくれる人を探します。危険な時、自分を守ってくれる、一緒に反抗、戦ってくれる人を探します。この二つの選択肢しかないんです。 この二つの道の真ん中に道はないんです。良い顔をして、可愛いぶりして、この人が良い,い人になるように期待することはしてはいけないんです。つまり、台湾にとっては、ピキのこの枠に参入するか、しないかですね。しないなら、対抗するしかないんです。参加、参入しないなら、対抗するしかないという意味です。何か方法を考えて、 自分を守りながら何かをしてもらえることはないんです。ピッキンはですね、実に簡単なんですよ。とっても簡単です。自分があなたより強いと、あなたが自分の言いなりになってもらうと、あなたが自分より強いと、商売をしましょうと、商売をしてあなたを買収します。買収していって自分が強くなりましたら、 あなたを自分のものにする。それだけです。香港を見てください。返還される前に、みんな、何でも OK です。よしよしです。返還されてから、どんどんひどくなります。返還される前に、東昇平は言いました。国旗を変えるだけです。舞台を発見しますが、50年間このままですよ、と。何も変わりません、と。言いました。今、50年経ちましたか 今ではですね、一国二制度が消えました。北京にとっては約束、契約っていうのはないんです。自分の言葉に約束、契約という言葉がないんです。台湾はこれです。選択は自由です。嫌なら対抗するしかないんです。これからも、今までもですが、台湾が頼りになることができるのは日本。 とアメリカです日本は北京と戦っても絶対に勝ちます。勝利です。台湾を守る余裕はあります。アメリカも台湾を守ることができます。つまり、政治の関係で日本とアメリカに応援してもらいます。つまり、台湾はアメリカと日本の戦略的な一置にすることです。 これで安全できることができます。それ以外は安全っていうのは難しいです。経済、生活、医療などは全て安全が最優先です。この状態を見ました。では、台湾はどの党が台湾に有利ですか国民党ですか国民党が北京と仲いいからですか仲がいいから自分を叩かないと思いますか違います。 間違いです。台湾を叩かない前提は自分の国の一部になることです。これが大前提です。ドイ一の嫌なら叩くのは時間の問題です。どんなに商談をしても、どんなに関係が良くても、最後は、では、我々は同志です。我々は一つの都市になりましょう。あなたを管理しますから、と言われます。 その時拒否するなら叩かれます。OK ならもちろん叩かないですよ。長い期間でこの安定な局面を保持すると言いますが無理です。安定っていうものは存在しないです。安定になる要素は今の状態ではないです。どうしてですかピキの考えが安定しないです。20年前大丈夫でした。 10年前大丈夫でした。週ま万になって強くなりました。お金もあります。戦闘機を買います。空母も買います。ミサイルも買います。勝って何をしますか台湾を叩くためですね。台湾を叩くためです。台湾の国民党の方針は独立はしない。統一も嫌です。このまま永遠にこのままですと。でも、この選択肢は ないです。考えてみましょう。G7 の一員であり、カナダです。アメリカにとっては、カナダですら、独立されているとは言えない状態なんですよ。民進党は、独立しなくてもいいと思います。中華民国は、中華人民共和局より、歴史がありますね。長いですね。今の台湾は、 中華民国の伝統を受けています。この伝統的な中華民国は、北京と戦いは実にできます。中共と対抗するには、中華民国で対抗するしかないんです。中華民国がなければ、北京は戦う理由が出てきます。統一と言いますが、皇帝的な考えです。皇帝にとっては、 国民、国、すべて自分のものなんです。統一は皇帝にとっては有利です。国民には何の有利もないんです。損もしないんですね。ちなみにですね、今の損害賠償では、我々の国内ではですね、みんなネットにコメントを書きますので、損害賠償では、えうちは関東省外国の植民地を希望すると書いてありました。そしてまた、 山西三氏の方は言いますが、い,いえ、うちのところですね、の土地を外国に賠償しましょうと。そうなら私も外国人になりますと。また、沿岸部はみんな、やっぱり植民地にされて何回も植民地にされていたので、内陸を外国に開けたらいいのではないかなというコメントもありました。つまりですね、統一とは心の統一。 要求してきます。自主的に自分を入れてくれて、あの、ありがとうと、自分を入れてくださいという意味ですね。統一の前提は、統一されるのを希望されていることが前提です。今の状態はこのような感じですが、なんか、あの、何回も言いましたが、変化が続く時代になってきました。特にアジアの変化ですね。ご寄付ありがとうございます。 寄付ししていいたただき感謝いたします。ご負担にならないようにお願いいたします。そして皆様、十分な睡眠時間をとっていただき、免疫力を高めるようにお願いいたします。ありがとうございました。